ご視聴ありがとうございます。名ヶ屋カボスです。音読の前に、この作品についての解説をしておきます。東海道四谷階段、階段ボタン道路と並んで、有名な古典階段の一つ、番長皿屋敷は、江戸時代中期の作家で公爵士だった馬場文孔が、法歴八、 西暦では1758年に上演した皿屋敷弁義録を元にして作られたと考えられているようです。また、皿屋敷弁義録の元になった話は、上方地域で上演されていた皿屋敷大きく伝説を題材にした芝居や浄瑠璃だったと考えられるそうです。この田中幸太郎版皿屋敷は、 文孔の皿屋敷弁義録を現代語に訳したものと思われます。皿屋敷弁義録では事件が発生したのは昭和に、西暦では1653年の正月2日という設定になっています。徳川幕府四代目将軍、家綱の時代です。以上、解説でした。 皿屋敷、田中幸太郎。番長の青山主膳の家の台所では、下女のお菊が正月二日の昼の祝いの済んだ後の前後を始末していた。この若い美しい下女は、そう,そうして冷酷な主人夫婦の折巻に合わないようにと、おずおず働いているのであった。 その時、大きくの始末しているのは、主人が秘蔵の南京小あたりの皿であった。その皿は十枚あった。大きくは、洗ったその皿を、一枚一枚、大事に拭うて、そばの箱へ入れていた。と、一匹の大きな猫が、どこから来たのか、つーつーと入ってきて、 前の膳の上に乗っけてあった焼き魚の残り魚を加えた。臨食なその家では、そうした残り魚を取られても、口汚く罵られるので、大きくは驚いて猫を追い抜けようとした。その弾みに手にしていた皿が落ちて割れてしまった。大きくははっと思ったが、 もう取り返しがつかなかった。お菊は顔色を真っ青にして震えていた。お菊さん、何か粗相したのそこには修繕の妾の一人がいた。妾はそう言ってお菊のそばへ来て、まあ、大変なことをしなされたね。と言ったが、 お菊が震えているのを見ると気の毒になったので、でも、いくらご秘蔵のものでも、たかが一枚の皿だもの、それほどのこともあるまいよ。あまり心配しなくてもいいよ。と言っているところへ奥方が出てきたが、お菊の前の割れた皿を見るなり、お菊の髪をむずとつかんで小づき回した。 この大胆者、よくも殿様ご秘蔵のお皿を割ってくれた。さあいえ、なぜ割ったなぜお皿を割った奥方はののしりののしり、大きくお菊をさいなんだあげく、修繕の部屋へ引きずっていった。濃いつやつやしたお菊の髪は、壊れてバラバラになっていた。お菊は、 肩を波打たせて苦しんでいた。殿様、大変なことをいたしました。この大胆者がご秘蔵のお皿を割りました。何修繕の片手はもう刀掛けの刀にかかった。と届き者め、切って捨てる。外へ連れ出せ。奥方は、松のうちに血の汚れを見ることは、 いけないと思った。それでも、初春の末のうちを、血でおけがしなさるのはよろしくないと思いますが。そうか、さらば十五日過ぎてからにする。そう言うかと思うと、修繕は小塚を抜いて立ち上がり、いきなり大きくの右の手首を掴んで縁側に出て、その手を縁側に押し付けて、 中指を切り落とした。大きくは気絶してしまった。修繕はその手を見て心地よさそうに笑った。この女をどこかへ押し込めておけ。大きくの体は若侍の一人に軽々と抱かれて台所の隅の空き部屋に運ばれた。芳梅の下女たちは 遠くの方からハラハラして見ているばかりでどうすることもできなかったが、お菊が空き部屋の中へ入れられるとともに皆でそっと行って解放した。傷口を縛ってやるもの、水を汲んでやるもの、食事を運んでやるもの、それは哀れな女に対する心からの同情であったが、 大きくは水も飲まなければ食事もしないで死んだ人のようになって考え込んでいた。その大きくは数日して姿を消してしまった。修繕は大きくが逃げたと思ったのでひどく怒って部下の寄り気同心を走らせて探させた。修繕はその時 引付盗賊改め方をしていたのであった。しかし、大きくの行方はわからなかった。そのうちに家の者の一人が裏の古井戸のそばから大きくの履いていた草履を見つけて持ってきた。修繕は結局自分の手で摂取をしないで済んだことを喜んで、講義へは 大きくが病死したことにして届け出た。哀れな女は、そうして主前の家から存在を消して、そのままになったが、その年の五月になって、奥方が男の子を産んだところが、右の中指が一本なかった。奥方はそれを見ると、大きくの指のないことを思い出して、血が上がった。 そして、その世から、その産屋の屋根の胸に、よるよる女の声がした。また、古い戸のあたりでは、一つ、二つ、三つ、と物を数える声がして、それが四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つまで行くと泣き声になった。 その古井戸からは青い鬼火も出た。黒い長い髪を振り乱した痩せた女の姿がその古井戸の上に浮いていたというものがあった。修禅の家では恐れて諸事諸山へ大賛を建てて守り札をもらって張り家事祈祷をし、また法院山伏の類を頼んで祈祷を刺したが、 会議は収まらなかった。そんなことで、修繕は家事太り締まりということで、薬儀を免ぜられて、親類へ長預けとなったので、家はたちまち断絶し、屋敷は取りこぼたれて、草原となった。このおくの霊は、伝通院の両与承人が下脱させたのであった。 以上、皿屋敷、田中幸太郎でした。ありがとうございました。